見えてきた、岡山城が見えてまいりました。こんな感じです。ガチャバイクシーズン2トイカプセルハイウェイアドベンチャー。ガチャバイクトイカプセルハイウェイアドベンチャー。岡山城は金の部分があってかっこいいですね。姫路って姫っていうだけあってなんか姫な感じしなかったですか、うん、シンデレラ城みたいな。そうですね。でもここはゴツッと黒と金で男らしい感じしますね。ガチャ引きますか。ここでガソリンは結局入れれなかったですけど、まあもう一個入ってるから大丈夫かなと。さっき入れたばっかだし大丈夫だよ。ひげ生えてきましたね、だいぶ剃った方も追いつくかな。そういうシステムじゃなくないですか。ここで一発、はい、すげえの出して、はい、もう視聴率パンってあげるから、はい、ね、あやかりましょう岡山城に、ね、はい、頼むよ。なんか男っぽいチャレンジお願いしますよこれ、はいはい、じゃあいきます。はい、12時の俺ガチャン。はぁ、あとんだね。はい、行きます。ガチャリンコ、よし来い、よし来い。ここ人通りは少ないぞ。人通りは少ないからな。そういう系じゃないやつね。そういう系じゃないやつなんだぞ。よし、こちらございます。ててて、セロテープ系で谷村新人になってコンビニの前でスバルを熱唱するエロ本も買う。おい混ざっとるんだろうが。五郎丸、ゲンゴロウ、ゲンゴロウ、ゲンゴロウ。おい、指令2個ある感じしますね。混ざってるよ、混ざってるよ。全然関係ないですからね。関係ない、エロ本買う関係ない。なんでなんでコンビニじゃない時コンビニなんだよお前ほんと。こちらもうやだよ、なんかそういうコンビニ時出せよ、ずっといたんだから。ほんとだよ。今こんなにお前国家のなんかすげえなんかなあ、ナショナルアートみたいなやつある中でなんでコンビニ行けって言うんだよ。このゲームはほんとクソくらいだよ。はい、一通り怒ったんで行きましょうか。めんどくさ、めんどくさ。もうはい、というわけで俺たちはスバルのモノマネを、違うな、谷村新司のモノマネをするためにセブンイレブンに向かってます。というわけで俺たちはスバルのモノマネをするために、いや違う、だから俺たちはじゃあ行ってきます。あの指令取りようによっちゃ谷新でエロ本買わなきゃいけないのか、エロ本は今買ってきちゃっていいのか分かんない。だ、歌ってから買うのかなっていう感じかな。だからとりあえずセルテープだけ。ちょっと辛いですね、そうすると。セルテープ買った後にセルテープが集って、はい、さらにエロ本買いに行く、エロ本買いに行くってことです。こんにちは、新司さん。 Hello everybody, I'm famous singer in Japan, name is 新司谷村。結構似てる気しますよ。本当。うん。まあ、ヒゲもあるしね。そうそう。じゃあスバル熱唱お願いします。はい。我は行く、さらばスバルよ。ありがとうございました。じゃあエロ本買ってきてください。今のでいいんですか。なんかいい気はしますけどね。でよくちゃんと歌えてましたよ。口パクで後言っとく。やっときますか一応ね。で最後俺歌うからでしょ、さらばだけ、はい、我は行く青地の希望のままに、我は行く、声が出ない、はい、さらばスバルよ。なんか過ぎましたね。パスが悪い。パスが悪い。いや、これでエロ本ですか。はい、エロ本買ってきてください。なんでエロ本なんだよ、本当によ。じゃあ行ってきてください。谷新。
んな掛け合いだよそれ。シンジさ、はい、シンジ、ちょっと切ない買ってきましたよ。一人称がシンジなんですか。わあ、またゴリゴリのやつが出てましたね。ゴリゴリギャル系谷村シンジがギャル系見るんですね。シンジも見るよ。谷村シンジギャル系見るんですね。シンジ、お前レジでさ、はい、女のおばさんがさ、はい、レジだったのにさ、はい、おじさんとこ行ってレジ変わってって。あ、そんなことあったんですね。レジ変わってもらったよ、おじさんに。やべえやつ来たっつって。シンジ来たって。谷村シンジ来たと思って、シンジ来たからちょっと変わってっつって、恥ずかしい。シンジがエロ本持ってこうやって並ぶわけですよ。シンジがしかもギャル系のゴリゴリのエロ本持って、裏にしてても分かるじゃん、エロ本チックなの。じゃあ行きましょう。どんどんエロ本増えてくな。このゲームやると